安部正三郎は、日本の俳優である。本名、安部正太郎、旧芸名、片岡子女団。1930年代の松竹、蒲田撮影所において、磯野昭夫、三井秀夫との、よたものトリオで知られる。1912年1月15日、東京府東京市浅草区安部川町に生まれる。生年月日については、1933年版オール松竹俳優名鑑には、同年2月15日とされている。父、安部三之助は、芝居関係の仕事をしていた人物であるとされる。数え年9歳になった1920年、父の仕事をきっかけに、新派の河合武夫一座に入門し、九州巡業で初舞台に立つ。巡業を終えて、東京に戻ると、次には、井伊養蜂一座に参加、本郷区、春木町の本郷座、京橋区小引町の歌舞伎座、日本橋区旧荘町の明治座での新派劇に出演し、1933年版オール松竹俳優名鑑では、この時点で旧劇の4代目、沢村源之助一座に参加、名古屋の御園座に出演していたとする。満11歳となった1923年8月には、浅草公園6区の公園劇場で上演された、斧が罪で、伏見信子と共演している。同年9月1日に起きた関東大震災以降は、新劇の流れを組む新派から一転して旧劇に、転向、尾上菊右衛門一座に入門した。この時、片岡子女団と改名、新潟、佐渡への巡業に参加した。1933年版オール松竹俳優名鑑によれば、斧が罪での伏見信子との共演は、河合武夫一座によるものとし、公演時期を震災復興後の時期としており、その時点で、片岡子女団を名乗っていたとする。1925年6月、満13歳で、松竹蒲田撮影所に入社し、映画俳優、安部正三郎となる。当初の出演歴が不明である。ただし、1933年版オール松竹俳優名鑑では、蒲田入社時期を、昭和5年としている。満19歳となった1931年12月4日に公開された野村弘正監督によるサイレント映画、令嬢とよたものから主演に近い役を得る。同作以降、シリーズ化されてよたものシリーズとなり、磯野昭夫、三井秀夫とのよたものトリオは人気を博した。同シリーズでの貢献により、1934年1月、安部は、磯野三井と共に、準幹部待遇に昇格。翌1935年1月には、3人揃って、準幹部に昇格した。1936年1月15日の、撮影所機能が、神奈川県鎌倉郡、大船町に移転するにあたり、新設の松竹大船撮影所に異動になった。現代劇ばかりではなく、京都の松、竹下佳も撮影所に出張して、時代劇の剣劇映画に主演、準主演することもあった。1940年頃、第二次世界大戦のために召集され、正確な没年月日は不詳であるが、戦死したと伝えられる。満28歳頃の没。同年12月31日に公開された、お絹と番頭が、最後の出演作であった。インターネット等で、国島正一と同一人物とされることがあるが、全く別人である。なさぬ中出演時、満20歳。左、安部、右、結城一郎。爆弾花嫁出演時、満23歳。左から小倉茂、谷麗子、安部、柳井小夜子。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館。フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外はすべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、松竹大船撮影所、すべて配給は、松竹キネマあるいは、松竹、特筆以外すべてトーキーである。ありがとうございます。